今日はもう11月です。今日は11月1日、ここはあそこに、信号のところに地名がありますけど中太郎生、ここは三重県の中太郎生です。中太郎って中太郎生があるじゃないですか。今日はここから、奈良の、曽爾高原へ向かって歩きます。曽爾高原はススキが、有名なとこですね。今日は、きれいなススキ見れるんでしょうか。ここから出発です。じゃあ 4.4 7.8、今日のコースはここが、中太郎生と4時間で、ここから、池の平湿原、登山口、黒楚高原、岡目池、太郎寺、ここに、バイクを止めてきました。合計すると 7.8 キロ。昨日のあれでは、まあ、6.9 だとなってきとったよ。まあ、今日は、短いコースです。向こうに大きな山が見えます。上の方は紅葉してます。あの山は、登らないでしょうね、きっと。中太郎は、三重県の、三杉村というところです。地名通りの、立派な、杉が、あります。まっすぐ伸びた、きれいな杉です。自然保護枠の杉の中を入っていきます。9時45分歩いてから20分ほどですかね。きれいな、山頂に出てきました。山肌に木が集まっているときれいですね。ちょっとこう写真撮ってくるかな、あの山を。本当に感じいいです。もうあの山、かなり紅葉してますね。結構ね、きつい登りを、歩き続けてきましたけど、ここはちょっと、平らになってきまして、こんな、ススキの、中の道を行きます。先ほど写真を撮ったあの高い山ですね。紅葉が、見えますかね。綺麗です。こんなところにお土産屋があります。びっくりですね、これは。のおばあちゃん、こんなところにあのお客さん来るの？これ。はい、来ますよ。ここやっぱハイカー、ハイキングする人、業さんいる？え？ハイキングする人でしょ？ここ、ここでなんか買うって言ったら。はい、通りますよ。あ、業さんいますか？うん、今日はよく通るんです。このこんにゃくが、向きの通りにかけますね。美味しいよ、これ生のこんにゃく。うちはな、掘りたてのこんにゃくやから、すごく美味しい。びっくりでした。あんたら車で見えた？いや、中太郎の車で見えた。10時15分、もう歩き始めて、かれこれ1時間かかり経ってますね。今までこの、歩道の、自然歩道でしたけど、ここから神山峠に向かって、ここが登山口か、神山峠ってこの、石畳の山の中の道になりました。先ほどですね、この道の横に土産物屋がありました。あれはびっくりでしたね。あ、さっき言ったわ。写真は写さなかった。
杉林の中の、石畳の道です。あと神山峠までは 1.3 キロですから、どうですかね、20分から30分で着くと思いますけど、こんな道で行くんですかね。先ほどの、入り口から、神山峠まで 0.2 とありますから、約1キロ歩いてきました。1.3 だったあそこ、石畳の道からこんな石の階段の道になっています。結構きつい上り坂です。でもあとで 0.2 200m で、峠に着くと思います。もうちょっとですね。10時35分です。こんな汚い看板です。奈良県三重県県境ここがだから神山峠なんだけど、峠の上はまだ上に登ってます。健康のその写真はいいのか、汚い看板の10時40分ちょっと過ぎ、どうやら神山峠の一番高いところに出てきたようです。うわ風が、うわでもすごいところですね。海高原じゃんか。先ほどの峠から、神山さんの、頂上へ来ました。849m。これか、あと写真撮るとこも。広々としてますね。すごいですね、鈴木。すごい階段だね。カラカラに落ちるよ、落ちるよ。勝利だけ。こっちの感じがいいよな。
あれ、こんなもんなの道は。あ、下に降りてきたら、風は、ちょっと少なくなってきました。これが、この下が池か、これ。この下の葉っぱまで切れなくなると、きれいなんでしょうかね。まだちょっと、見るのは早いのかな。12時5分、車道に出て、なんかおかみにと書いてあります。今ドライブインかな、人ドライブインですね。ここで昼飯を食うということにします。なんかあるな、これ。あ、茶店もある。ここは、ファームガーデンというところでした。あそこのレストランはいっぱいでしたから、ここの茶店で、食事しました。まったか弁当、私はこのまったか弁当だったですね。あっちにソニ高原っていうか、その山が見えますね。自然歩道はどっちになるんでしょうかね。この下？歩道歩く。あ、歩道歩くんか。12時50分、タラジの、部落に降りてきました。カズラ橋渡るのはこっち行く。カズラ橋はあっち。この地図に現在地の感じがある。こちらはこっちだろ、きっと。あの地図だと。こういうことバス乗り場で。うん。こういうことカズラ橋。カズラ橋と書いてあるじゃないか。東海市のカズラ橋。これが、奈良県の、自然歩道の、標識です。でもきっと木もあるよ、どっかに。うん、で、あれが、かずら橋、もう終点ですね。そのかずら橋の上が郵便局です。で、バイクを止めたのは、あっちの方にちょっと離れたところですね。ここには立派なトイレと、ベンチがありますね。ここが今日の終点です。カズラ橋。じゃあ終点の写真を撮って帰ります。到着時刻は、12時55分でした。富高原も見える。うん、あ、ほんま、そうですね。まあ今日はね、ソニ高原の向こう、中太郎から歩いて、あそこの山へ上がってここまで降りてきた約8キロの行程でした。カズラ橋はこれ釣り橋でちょっと揺れますね。ここからの眺め結構絵になってますよね。桂橋から、こっちに曽爾高原が見えます。終わり。